く宇宙の果て、一つの文明が無限エネルギーを生み、そして滅びた。イデ。それを探し求める生物と、それを手にした生物がいた。マヤヤ、見ましたか？あの異星人の男を。はい。男？男でしょうね、あの姿形は。このマシンのことか。そうだ、巨人ってこのことだったの。腕らしいのが動くぜ。よし、振り回せ。巨人、イデの巨人。大地が光を放ち、イデが目覚めた時、地球人たちとバッフクランの女たちが宇宙へ飛ぶ。バッフクランにも受け入れてもらえませんでした。あなたはやっぱり異星人の女だとは。母さん、やめろ。なんで、カララのおかげで私は死ぬ思いをしているのよ。コスモだってモイラだってみんなそうでしょ。モイラ、すぐに帰ってくるって。俺たち、なんでこんなことやってんだろうな、母ちゃん。そういうの、好きよ、ギジェ。でもね、どれもこれも、みんなロゴダウのイデの創作から始まってるのよね。ねえ、教えて、なんでこんなことになったの？なんで宇宙をさすらうなんてバカなこと私たちしなくちゃなんないのよ。憎しみあってもいなかったのよ、私たち。むしろこうやって愛し合うことだってできたのよ。地球もバフクランも。教えてよ。二つの文明の出会いを発動する。うわー、これがイデの発明か。前売り鑑賞券を当劇場の窓口で発売しております。ぜひお買い求めくださいませ。